皆様どうもこんにちは。浪曲師の東屋日太郎と申します。本日はこの動画をご覧くださいまして誠にありがとうございます。浪曲シンパアンダーフィフティイベントにこの度出演をさせていただきます。どうぞよろしく。こうやって、節に乗せて歌い上げるのが浪曲という芸でございます。物語を節と会話でこう語っていくという芸なんでございますが、まあ私はまだ若手でございましてですね、まあ若手といってもですね、浪曲界男子が非常に少ないんですね。関東浪曲界でですね、30代の男子といいますと4人しかおりません。私はそのうちの1人でございます。またですね、私たちはこの夫婦で、まあ、このといってもここに三味線の妻がいるんですけれども、夫婦でね、よく写してもらってくださいね、夫婦で浪曲をやっております。浪曲界で夫婦で浪曲をやってるのは2組しかおりません。1組はお二人とも90歳以上という玉川桃太郎師匠と優子師匠というお二人でございます。その次が私たちでございまして、二人とも30代で、頑張っております。ぜひともですね、2月13日の渋谷伝承ホールでの公演にいらしていただきたいと思います。申し上げますのは石太郎の浅草案内というのでございます。これは浅草木馬亭というですね、浪曲の寄席が浅草にありまして、浪曲の寄席というのはですね、日本でこの木馬亭しかありません。この木馬亭に通って私も浪曲師になりました。その木馬亭を宣伝するためにですね、作った浪曲でございます。まあ今は浪曲といっても聞いたことがないという人も多いですし、もうあの60代以上の人でも大体浪曲聞いたことがないという人がほとんどでございますが、とても楽しい芸でございます。今の若い人にもですね、どんどん魅力が伝わる。まあ今はあの音楽もいろんなジャンルがございますので、変な偏見はございませんので、この浪曲という芸、演芸、そして歌の部分もございます。ワールドミュージックという部分もございますので、ぜひとも浪曲、これ今後ともですね、今後とも浪曲を何卒よろしくお願いを申し上げます。それではまたお待ちしております。ありがとうございました。